はい、心理学マーケティングに関するおすすめの本はっていうことですね。で、まあこれ心理学マーケティングよくこう聞かれるんですけど、おすすめの本はもうたくさんあるんですね。これたくさんありすぎて困るんですけど、何かこう勧められて一冊読むっていうこと自体をもうやめた方がいいのかなという感じが質問の内容で感じるんですけど、そうですね、一冊の本読んでもダメなんで、僕からすると、まあ例えば、ダイレクト出版っていう会社があるんですけど、そのダイレクト出版っていうのは、マーケティングの専、まあすごいマーケティングが優秀な会社でですね、そのマーケティングだけで商品を、この去年で36億円ね、マーケティングに関する本、あの本であったりとか、コピーの商材であったりとか、投資に関する商品であったりとか売ってる会社ですね。それでマーケティングを使ってやってる会社があるんですけど、そこが、進めてる本がね、たくさんあります。まあ、J. エイブラハムであったりとか、ダン・ケネディであったりとか、まあ、神田さんの領書であったりとか、そういうものがたくさんあるんですね。なので、マーケティングに関わる本を100冊200冊っていう感じでもう読み漁るというイメージで読まれる方が、あのマーケティングっていうのはいろんな情報を入れて概念的なものとか具体的な方法っていうのが、たくさんあればあるほど活用できると思うので、おすすめの本を聞いてその1冊2冊を読むっていう感じじゃなくて、もう100冊本を読むつもりで、読まれてみてはいかがでしょうか。まあ、どうでもいいよ。